ユニオン軍はアメリカ合衆国入りの一州に位置する軍である。2000年現在、人口は18,293人である。ここの軍庁所在地はジョーンズボロである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1,093平方キロメートルである。このうち1,078平方キロメートルが陸地で15平方キロメートルが水地域である。 総面積の1.41%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口18,293人、7,290世帯及び4,971家族が暮らしている。人口密度は17平方キロメートルである。7平方キロメートルの平均的な密度に7,894件の住宅が建っている。 この軍の人種的な構成は、白人96.28%、アフリカン・アメリカン0.82%、先住民0.37%、アジア0.28%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種1.19%、及び根ー1.04%である。ここの人口の2.63%はヒスパニック、またはラテン系である。 この郡内の住民は23.20%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.50%、25歳以上44歳以下が26.70%、45歳以上64歳以下が25.10%、および65歳以上が17.50%に渡っている。中央値年齢は40歳である。 女性100人ごとに対して男性は94.50人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は91.90人で、ある。この軍の世帯ごとの平均的な収入は3万994米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は3万7710米ドルである。男性は3万16米ドルに対して女性は2万2305米ドルの、 平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は16,450米ドルである。人口の16.50%及び家族の10.80%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の19.80%及び65歳以上の12.10%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。